悪夢は、Plan 9 from Bell Labs オペレーティングシステムのテキストエディタであり、グラフィカルなシェル。ロブ・パイクが設計、実装した。sam のコマンド言語を利用できる。インターフェース設計は、Oberon の影響を受けている。9P サーバとして動作する点が、他のエディタ環境とは異なる。特筆すべき、ユーザーインターフェース上の特徴として、マウスコーディングがある。悪夢は、電子メールクライアント及びニュースクライアントとしても使え、Wikifs のフロントエンドとしても使える。これらの機能は、悪夢の持つファイルシステムインターフェースを通して外部コンポーネントを連携させることで可能になっている。悪夢は、Inferno オペレーティングシステムに移植され、Inferno のデフォルトのディストリビューションの一部となっている。Inferno は他の OS 上で、アプリケーションとして動作できるよう設計されているため、Inferno 上の悪夢は Microsoft Windows や Linux といった各種 OS 上で利用できる。悪夢、スタンドアローンコンプレックスというプロジェクトでは、悪夢と Inferno No.1 にパッケージ化して、スタンドアローンのアプリケーションとして動作させようとしている。Unix KOS で動作する悪夢の移植版が、Plan 9 from ユーザースペースにある。Plan 9 from ユーザースペースは、Plan 9の各種プログラムの移植版を集めたものである。このバージョンも Linux 上で動作可能であり、いくつかの Linux ディストリビューションに含まれている。ありがとうございます。